そうすればこの騎馬城から解放してやるぜ。もしラムマンがここにいて口が聞けたらこう言うだろうぜ。敵に許しを請うくらいなら味方をくれてやる。ブロッケンジュにはすごい根性だ。そのたさえ見えればこっちのもんだ。バキマン大変を崩した。私の目から放つ閃光を浴びた者は一瞬にしてその動きを停止してしまうのだ。くらえミイラパッケージ。ミイラになれ。テリーマンから聞いたことがある。敵の体を布で包み込んで動けなくした上で体中の水分を吸い取ってミイラにしてしまう超人がいるってこと。どれ出来具合はどう。ああ違う、こいつはブロッケンジュニアじゃない。奴はどこだ。どこへ隠れおった。ここだ。喜ぶのはまだ早いぜ。お前を包み込む布はここにもあるんだ。これにお前も最後だな。あ、3番目の紐も。テリーマン、マウンテンのボディープレスを見事にかわしました。切れていない。わずかに糸一本でつながっている。それじゃあ仕上げといくか。何、今度はパッケージごと消えやがったのか。なんだ貴様は。勝負はついている。ミスターカーメン、お前の勝ちだ。我ら悪魔超人は敵の息の根を止めるまでは勝ち名乗りは受けんのだ。それではこの超人の代わりに私の息の根を止めてもらおう。どこの馬の骨ともわからんカス超人をこの私が相手にすると思うのか。私もアイドル超人の一人だとしたら。話は別だ。我々の目的は筋肉マンをはじめとするアイドル超人たちの全滅。そう焦らずとも、このピラミッドの中は外から全く分からん。心置きなくお前を料理できる。料理されるのは貴様の方だ。巻き巻き巻きならサウス巻き、巻き巻き巻きならサウス巻き。あ、口ほどにもないやつめ。それでは約束通り貴様からミイラにしてやる。それもこの特大ストローでな。おいこん、よく行け。正体はやはり…ロッケンジュニア、達者めな。ロッケンジュニアをミイラに戦闘していたミスターカーメンが KO されている。ブロッケンジュニアだ。あーっと、ブロッケンジュニア、ミイラにされずに生きていた。アイドル超人、初の白星です。誰かが力を貸してくれたようで。ブロッケンジュニア、達者めな。はっ、あの声は…いや、そんなはずは…ハリケーン、次は俺のロングホーンが貴様の体のマシンを貫く。怖い。攻めるんだウォーズマン。お前はファイティングコンピューターだ。攻めて戦うのがお前の本領だ。その通りだ。逃げは勝つチャンスの糸口にはならん。しない。普通に私の心臓を狙っている。これこそ最大の攻撃だ。素早く腕を取り、腕ひしぎ逆十字だ。赤く弾かれた。くらえ、ジェットライダー。ホームラン。なぜ肝心の時技が外されるんだ。それはお前とわしの超人強度の差がありすぎるからだ。言っておくが、私の超人強度はナンバーワンの100万パワーだ。たったの100万か。俺の超人強度は1000万パワーだ。何、私の強度を10倍も上回るというのか。そんなコケ落としに乗る私だと思っているのか。これが有名なパロスペシャルか。技ほどでもない。あーっと、パロスペシャルライトも簡単に外されました。俺には技を外すテクニックなど問題ではない。1000万パワーでどんな技も粉砕してくれるわ。パワーが全てではない。私には鍛え抜いた技がある。ついに出ました、デアクロ。やったー、グレードライバー。あーっと、バファローがロングホーンを構えた。そんなバカな。私のベアクローが、このスペシャルベアクロー、これでお前の二大必殺技を破ったぞ。くらえ。怖い。生まれて初めて恐怖というものを感じている。危険ウォーズマン、お前が人間性に目覚めたからってビビることはないぜよ。そいつが武器になることだってあるぜ。頑張るって武器がな。よーし、ウォーズマン、ロングホーンに捕まって難を逃れた。ハローマン、びっくりした。これがカニバのクソ力じゃい。そんなクソ力など1000万パワーがぶっ潰してくれるわ。超人
穴を掘ったようだな、ウォーズマン。カジマのクソ力とは、体力の限界を超えた時、心使わない自分の中に潜在しているパワーを呼び起こしたものだ。それだけに、このパワーの乱用はスタミナを多く消耗させる。ましてや、己の10倍もの体力差のある相手に使用した場合、どうなると思う？自殺行為。それじゃあやつめ、わざとウォーズマンにカジマのクソ力を出させたというのか？最後には体力の差が物を言ったようだな、ウォーズマン。チャンスは一度だけだ。残り全てのパワーを集結させて奴を倒す。見ろ、なんとベアクロー二刀流。100万パワープラス100万パワーで200万パワー。いつもの2倍のジャンプが加わって200万かける2で400万パワー。そしていつもの3倍の回転を加えれば400万かける3のバッファローマン、お前を上回る1200万パワーだ。ウォーズマンの体が1200万パワーの光の矢となった。狙いはバファローマンの心臓だ。すでに KO されていたんだ。ウォーズマン、敵として会いたくなかったぜ。ウォーズマン、危険、テリーマン。ウォーズマンもバッファローマンにやられたぞ。ウォーズマンも、ライダル超人も物好きが多いぜ。なんだと、聞こえなかったのかい。物好きだって言ったのよ。黙れ、貴様ら悪魔超人に俺たちの優勝がわかるか。筋肉マンやウォーズマン、ロビンマスク、みんな超人オリンピックの修羅場をくぐり抜けてきた仲間たちだ。友情じゃない、お互いの戦いの中から生まれた友情だ。だからこそ仲間のために命を捨てることができるんだ。つぶる、ペリーマンの様子がおかしい。ロープへ逃げてる者への攻撃は反則だぞ。こいつらが仲間たちにやってきたことを考えればこれくらいの反則がなんだ。いかん、テリーマン、不快には禁物だ。足が、あれは以前筋骨マンに撃たれた足。テキサスの化石にしてやるぜ。うらえ、満点だろ。テリーマンも KO だ。テリーマン、なぜ死んだんだ。筋肉マン、俺はまだ死んじゃいないぜ。俺がこんな様にならん死に方をしたとあっては、惜しく散っていった仲間たちに申し訳が立たないぜ。テリーマン、このままブレンバスターで叩きつけりゃお前の勝ちだぜ。受けてみろ、私の全身全霊を傾けたブレンバスターを。うわー、終わったよ。テリーマンがマウンテンをついに倒したぞ。悪魔超人はただでは死な。何？ワイヤーロープが。テリーマン、早く脱出しろ。お、死ぬ時は一緒だ。何？誰とも並ぶのそこへ真っ逆さまだ。テリーマン。テリーマンも死んだとなると勝利者なしの無効試合ということも。テリーマンは生きているとも、私は彼と約束したんだ。筋肉マン、私たちはミート君を取り返してきっと生きて帰ってくる。だからその時は新国技館の入り口で待っていてくれ。わかった。そうなんだ、男の約束なんだもんな。だから早く新国技館へ戻らなくっちゃ。ブロッケンジュニア。俺は大丈夫だ。それより他の連中はどうした？ロビンは？力士マンは？な、筋肉マン、ウォーズマンは？テリーマンは？まさかみんなやられたのでは？なんてことだ。帰ってきたのが俺一人だなんて。みんな、戦えない私が悪いんだ。金髪が風に揺れ、砂ぼこり舞い上がる。夕焼けを背に受けてアメリカンドリームがやってくる。カウボーイハート空に投げ、戦いの渦の中、胸に輝くシルバーさ、愛と勇気のクッションなのさ。テリーマン。ただいま、筋肉マン。おかえり、テリーマン。